11月12日で任期満了を迎えた小山拓実前町長の退任式が同日役場会議室で行われました。平成21年11月に町長に初当選し、3期12年間在職。町長になってからの12年間、願えば叶う、思えばできるという言葉を大切にしながら、町民の命と暮らしを守ることを最優先に調整に取り組み、特に3期目は50年後、100年後の人口減少を見据えた年少人口の V 字回復に向けて、若者の移住定住化対策に力を注がれました。小山前町長は最後の訓示を行い、在任中に賜った温かいご支援とご協力に感謝の気持ちを表した上で、職員に対しては南伊勢町が20年先、30年先も幸せに暮らせるような町になるように頑張っていってほしいと激励の言葉を送りました。こうやりたいなと、こんなふうに仕事したいなということも全部一緒だと思います。ぜひそういうふうに強く思って実現するためにどうしたらいいかということを日々考えていってほしいと思います。私も10年先20年先に幸せに暮らしていきたいと、皆さんもですね、20年30年先に幸せに暮らせる町というのができていなければなりません。そういうことを式終了後、庁舎玄関において職員が花束を贈り、大勢の職員らの拍手に見送られ庁舎を後にしました。